いやあ、せつなけんすけだよ。ちょっとさ、もう一人ぐらい霊が出てくるんじゃないかなって、ちょっと、この先の展開がすごい楽しみになっております。記憶第2話。次やっていきまーす。ところでさ、前回やり忘れとったけどさ、やろうと思っとったんやけどさ、このさ、女の子が近くに、女性が一人近くにおるって状態を知ったルナちゃんはどう思っとることだろう。ちょっと気になってしょうがないけど、やってみます。わあ！まだちょっと嫉妬の怨念に取り憑かれたルナちゃんです。ルナ博士。やばい。このままだったらルナ博士、次はちょっと、人に呪いをかけるような発明を起こしかねんけんな。怖い怖い。あ、待てよ。また明日の鈴木はいいやけどさ、これライト消したら鈴木の反応見れるんじゃないの？ちょっとやってみよう。どうやって消すんだったっけ？これか？ダメだ、こっちだ。え、これだ。どうしたの？どうしたの？何？何してるの？ライトつけて。冷静や。意外と冷静やな、お前。ライトつけてじゃないわ、お前。もうちょい驚くんかなと思ったらさ。どうしたの？ライトつけてって言う。面白くないな。今日のことは全部夢だったと思って、明日からも普通に登校するんだよ。全部夢？お、どうした？テレ君とここで二人きりになったことを夢にしたくないのか、お前。やめろ、俺はそういう関係になりたくない。鈴木？そんなの忘れられるわけがない。本当のユミ君を知ることができたのに、忘れられるわけないよ。鈴木、ユミ君はこれから校舎に戻るんでしょ？ああ、まさか鈴木、ついてくるのが有事じゃないだろうな。やめて、ガチでやめて。ねえ、私も連れてって。ちょっと、言ったそばから言うのやめてくれない？え？ダメだよ、鈴木。キヤコさんのこと、ユミ君は知らなかったでしょ？もし、キヤコさんが学校の霊を作った、学校の夢を作った霊なのとしたら、きっと女子しかわからないことがあるんだよ。学校の夢を作ったって、それだけ聞いたらさ、めちゃくちゃキヤコさんいい人やな、これ。学校の夢を作ったって。ねえ、お願い、ゆめゆくんの役に立ちたいの。鈴木、やばい。考えさせられるんじゃ拒否権なさそうな気がするんやけど俺。確かに鈴木のおかげで北にキヤコの存在が特定できた。これから校舎に戻って捜索するとしても鈴木がいた方がいいかもしれない。でも気になることがある。鈴木がここに引きずり込めた理由、どうして鈴木がここにいたのか。やべ、キヤコともしかしたら因縁の関係があるかもしれんね。小さい頃にさ、キヤコのことを公園で鈴木がへっ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 泣け泣けみたいな砂かけまくり言ったかもしれんけんな。いじめられよったかもしれんけんな。それを思い出したかもしれんけんな。何か理由があるはずなんだ。鈴木に復讐があるかもしれん。復讐したいんかもしれん。北にキヤコはなぜ鈴木を選んだんだ。目的は何なんだ。いやー、これはさ、相手の思うつぼちゃんを連れて行ったら帰らせよう。ダメ鈴木、やっぱり君を連れて行くわけにはいかない。あ、振られちゃった。勘違いするな、お前。何が振られちゃったじゃん、お前。告白なんかしないだろう、お前。ジヒカちゃん、もういい加減にしろ、お前。え？別に振ったわけじゃないよ。いや、俺としては振ったようなもんやけどな、確かに。もう告白してきたら、大体今みたいな感じで振るからな、お前。そうだね。この空気どうしてくれるんだ、お前。
ゆめみくん、今日ここでした話覚えてる？え？振られたら死ぬの話？違うよ、告白できない女の子の話。ああ、そういえばそんなことも言っていたな。うん、その子はね、本当は勇気が出なかっただけなんだよ。だろうね、そりゃそうだろうね。普通ここまでちょっと噂にビビって告白できない女の子が出てくるとは思わないからね。俺が女の子だったら本当に好きな相手にはそんな噂があっても告白するからね。まあ振られて死ぬだろうけど。キアコさんの噂を言い訳にして告白する勇気が出なかっただけ。それ俺パート1で言ったな。それパート1で俺が言ったから話と全く同じことやん。だから今君についていけなかったらこれからもずっと告白できないんだと思う。その子はそういう子なんだよ。鈴木泣いとる。わかった鈴木、君の気持ちがよくわかった。なんだかんだ言って遠回しに自分のことを言ってることもよくわかってる。でもダメ鈴木、今日は帰った方がいい。今日の鈴木ちょっとおかしいよ。そうだね。え、なんか若干さ、どんどん鈴木の顔がちょっとブサイクになっていく気がするんやけど。本当のユミ君を知ってちょっと舞い上がっていたのかも。もしかしたらいけるかもしれない、彼女になれるかもしれないと思っとったろお前。絶対私ってバカなんだね。バカじゃではないけどブサイクです。バイバイユメミ君、また明日ね。いやちょっと待て、それ明日にはもう死んどるような長いなりそうなんやけど。ちょっと鈴木、俺そこまで要求した覚えないぞ。そして鈴木レミは帰っていった。その後俺は校舎へ戻ったが、学校に現れた例の手がかりを見つけることができず、夢の外で待つルナと共に学校を後にした。夢の中の校舎には誰もいなかった。引きずり込まれた人間がいないのなら危険はないのかもしれない。明日以降もう一度捜索すればいいだろう。だがその翌朝、え、鈴木レミの死体が発見された。発見者の話では屋上から飛び降り自殺をしたような姿だったという。噂は本当になってしまっとる。告白して振られたもんな。夢から出たはずの鈴木レミ、なぜ再び学校へ来て殺されてしまったんだろうか。北に喜屋子はやはり鈴木レミを狙っていたのだろうか。鈴木が死んだ今となっては知るすべはなかった。マジかよ、嘘だろ。ここよ、一緒に行かなあかんかったんじゃ。嘘、ブザイクなのに、ブザイクなのに、てか一緒におったルナがすごい険悪な顔しとるのに一緒に行かなあかんのか。ちくしょー。まあ確かに考えてみればさ、何か情報提供があるしさ、何をイテル君に危険が及んだ場合さ、鈴木を身側にして逃げればいいけんな。そう考えたら確かに連れてった方が得だったかもしれんわ。うん、鈴木がどうなっても知ったことないけど、テル君はとにかくルナのために帰っていかなあかんからな。女子の間で流行っていた振られたら死ぬの噂、俺が知らないこの学校の隠された話、鈴木の助言があれば早く解決できるかもしれない。鈴木、わかったよ、一緒に行こう。うん、でも絶対に離れるなよ。夢見かけの人間は夢から出られるけど、
普通の人は夢から出ることはできないからな。わかったよ、ゆめみくん。それは恋人になろうってことだね。違うぞ。えへへ、ありがとう。あおー、オーマイガー、トーリー。ちょっと後ろいる、後ろいる。ちょっと今ちょっと気になる。え、干渉なしか。ちょっと後ろにチラッと映っただけか、お前。友達感覚で映ってくるんじゃないよ。怖いな、怖いな。北日客は何年生だったんだろう。キヤクさんのことを調べるんだね。ああ、北日客を成仏させてこの夢を消すには彼女のことをもっと知る必要があるだろう。この学校は北日客の記憶が作り出した夢なんだ。何かヒントがあるかもしれない。キヤコさんの教室に行けば何があるかもしれないね。北にキヤコは何年生だっけ。これはさ、あれ、え、今何年生かなんか、死ぬ直前が何年生だったかなんか、どっちなんこれ。これ確か2年前じゃなかったっけな。2年前かこれ。16歳で死んだ。どっちか。ああ、死んだ時の年齢やな。え、どっちだこれ。16歳。1年生にしとこうか。1年生かな。確か入学した時に亡くなってるはずだから1年生で合ってると思うよ。あ、そうなんだ。あ、よかった。確かに鈴木おらんかったら1年生特定はできんのか。ああ、鈴木お前役に立つじゃないか。帰りにチョコ買ってあげるわ。なるほどね。1年の教室1階を探索しよう。うん。人々から忘れられた生徒、北にキヤコ。キヤコが人間を引きずり込んだのは今回が初めてだろう。なぜ鈴木を引きずり込んだんだ。どんな理由があるんだ。ま、鈴木が引きずり込まれてどんな目にあっても俺は知らんがな。北にキヤコは屋上で死んだ。だが屋上には霊的な力で鍵がかかっていたんだ。北にキヤコの心を開く何か、それを探そう。北にキヤコね。そして北にキヤコを成仏させる方法を見つけよう。一つ案がある。BL 本を見せよう。もしかしたら北にキヤコがさ、 BL 好き不女子かもしれない。北にキヤコに BL 本を宝服見せたら成仏するかもしれない。やめろや、恋人みたいなシーン見せつけるやめろや。俺テル君と鈴木がくっついてほしくないわ。やめとけテル君、鈴木とくっつくのやめとけ。キャじゃないわお前。何乙女の反応してるんだお前は。赤くなってる。え、ゆめみくん、な何するの。鈴木、こっからは手をつないでいこう。え、どうして。おお、あ、そうか。ちょっと離れたらまずいけんな。前作ってか第1話の時にも考えたら突っ走っていたもんな。のえちゃん突っ走っていた結果敵側になってしまったもんな。ゆめみくん大丈夫だ。大丈夫だよ。この中に刻まれとんやな、あの時の失敗。なぜのえちゃんを生かせたんやっていう、そういう自責の念が。だからこそここは続きを中途半端なブサイクとはいえ手つないで、でも離さない、一緒にいよう。ここではぐれたら鈴木が出られなくなる。絶対にはぐれたくないんだ。ゆめみくん、それって私のことを大事ってことよね。そういう意味じゃないぞ鈴木。お前わかった、手をつないでいこう。幽霊が出たら私を守ってね。
いや、お前をおとりにして俺だけ逃げる。わかった。今度は必ず守るよ。約束だよ。あ、やばい。これスキャンダルみたいになってる。これスキャンダルみたいになってるよ、これ。実は密会していましたみたいにね、書き落ちしてましたみたいな感じになってるやん、お前。大丈夫かな。え、ルナ博士大丈夫かな、これを見て。ちょっと声とか聞こえてなかったらいいかな。ちょっとやばいなこれ。ルナ博士、静まりください。はじめはこの教室からだね。え、どうしたの。え、あれ、この教室、あ、え、この場所にあったっけ。何、いや、入ろう鈴木。新しい教室出てん、出てきたんこれ。おー、北にキヤゴや。北にキヤゴ、怖い水着してる。え、この目でカメラちょっとレンズ越しにハイチーズしよったんかな。怖い。純粋に怖いな。え、この目で見られたら石化するとかで、そういう伝説ないだろうな。大丈夫かな。それじゃあ全部の机を調べてみよう。何か終わったら教えてくれ。わかった。これで鈴木を忘れとったらさ、いやらしいものが見つかったらさ、あ、で、出るく、そ、ちょっと待ってみたいな感じになるんだろうか。何もないね。北に行きゃ子はこのクラスじゃなかったのかもな。次の教室を調べてみよう。うん。おー、誰、北に行きゃ子。でも気づかない。北に行きゃ子めちゃくちゃ影薄い。北に行きゃ子、ここまで影薄かった、ちょっと俺かわいそうになってくるわ。お前気づいてあげろよ。だからこそ自殺したかもしれんよ。みんな私に構ってくれないって感じでさ。次はこの教室だね。ああ、何かないかな。何かカメラとかあったらそれっぽいんやけどな。この教室も机を全部調べてくれ。うん。ないんかな。キヤコにつながるものが見つからない。2012年に1年生のクラスはいくつあったんだろう。今はどの学年も4クラスまでだよね。2012年もクラスの数は同じだったんじゃないかな。はあ、あと2クラスか。行こう鈴木。うん。指示出された時にうんって言われるあたり、鈴木、お前はしもべか。しもべの道を一歩をまた一歩を歩き始めてるんだな、お前は。テル君のしもべと貸してきてるんだ鈴木が。まあ、こいつの存在価値はそんなもんだけどな。はい、入ろう、ゆめりくん。ああ。何かしら欲しいな。なんかさ、学園祭のお化け屋敷を思い出せない？そうだな。楽しかったよね。あ？ああ。ちょっと待って。そんなこと言いよってらさ、ちょっと死亡フラグだったやん。私、またああいうことしたいなみたいなことを言う出すのやめろお前。私たちもうじき卒業だもんね。テレ君は卒業したらどうするの。鈴木、真面目に探せよ。
いいじゃん。本当はもっとテレ君と話したかったの。鈴木、死亡フラグがプンプン匂ってきてるぞお前。あ、あじゃないよお前。今気づいたか、死亡フラグのことに。は？テレ君って言っちゃった。でへペラ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 。調子に乗るなお前。鈴木、調子に乗るなよ。鈴木の様子がおかしい。いや、元からか。学校を卒業したら普通に大学行って普通に会社に行くんだと思うけど、君がなれるわけないじゃん。え？なんで？だって幽霊が見えるんだから、普通なことをしてたらもったいないよ。もしかしたら霊が見えるのは嫌なの？違います。こういう霊を探していて、お前みたいな中途半端なブサイクに好意を抱かれるのが嫌なんです。別にそういうわけじゃないけど。テレ君、それって何もない人からしたらすごいことなんだよ。普通に生きるのなんてもったいないよ。あ、そっか、テレ君は霊が見えるのを隠してたから、そういうこと誰も言ってくれなかったんでしょ。そうだな。でも鈴木お前、じゃあ私が最初に言った人だみたいな感じで特別な人間感出すのやめろお前。お前は俺にとって特に何の変哲もないクラスメイトだよ。私には遠慮しないで何にでも話してね。ああ、自分は特別みたいな扱いし始めたぞお前。慈悲課長もいい加減にしろ。ダメだ、こいつダメだ。デレ君、私ね、ずっとキヤコさんのことを考えてたの。北にキヤコのことを。キヤコさんは勇気を出して告白した。そりゃ結果はダメで死んでしまったのかもしれないけど、私に勇気を出したキヤコさんをちょっと尊敬してたの。それはそうやな、私勇気がないから。鈴木、誰かを好きになって告白して、でも勇気を出して死んでしまって、それが理由でみんなを恨み始めたんだとしたら、そんなのかわいそうだよ。鈴木、そんな風に考えてたのか。ねえテル君、振られたら死ぬの噂、キヤコさんが成仏したらその呪いも解かれるのかな。さあどうだろうな。ううん、違う、呪いが解かれても解かれなくてもきっと勇気を出すことに意味があるんだ。キヤコさんはそれを伝えようとしてるのかも。鈴木、長回ししちゃったね。行こっか、次のクラスで1年は最後だね。ああ、すげえいいこと言ったなお前。たださ、一つ言わせて、だからと言ってさ、勇気出してテル君に告白するのやめてね。それは勇気ではありません、無謀で言うんです。テル君、テル君、テル君。